こんにちは、宮沢です。今日は夏目漱石の文芸と道徳という講演をですね、読み上げてご紹介したいと思います。文芸と道徳、夏目漱石。私はこの大阪で講演をやるのは初めてであります。またこういう大勢の前に立つのも初めてであります。実は演説をやるつもりはない、むしろ講義をする気で来たのですが、講義というものはこんなに大人数を相手にする性質のものではありません。これだけの聴衆全体に通るような声を出そうとすれば、第一出るわけがないけれども、万一出るとしても15分ぐらいで段を降りなければやりきれないだろうと思います。したがって初めてのことでもあるし、これほどお集まりになった諸君のご好意に対してもなるべくご満足のいくように十分面白い講演をして帰りたいのは山々であるけれども、しかしあまり大勢お出になったからといって決してつまらぬ演説をわざわざしようなどという悪意は毛頭ないのですけれども、まあなるべく短く切り上げることにして、そうしてまだ後にも面白いのがだいぶありますから、その方で埋め合わせをして、まず数でこなすようなことをしようと思う。実際この暑いのにこうお集まりになって、竹の皮へ包んだ寿司のように押し合ってはたまりますまい。また講演者の方でも周囲前後左右から出る人の息だけでもちょっとここへ立ってご覧になればすぐわかりますが、実際容易なものではありません。実はこういうように原稿用紙でノートが取ってありますから、時々これを見ながら進行すれば順序もよく整い、疲労も少なく大変都合が良いのですけれども、そんな手ぬるいことをしていてはとても諸君がおとなしく聞いてくださるまいと思うから、ところどころではない大部分はしょってしまってやるつもりであります。しかしもしおとなしく聞いてくだされば十分にやるかもしれない。やろうと思えばやれるのです。問題はあそこに書いてある通り文芸と道徳というのですが、ご承知の通り私は小説を書いたり批評を書いたり大抵文学の方に従事しているため、文芸の方のことをお話しする傾きが多ございます。大阪へ来て文芸を断ずるということの可否は知りません。儲ける話でもしたら一番よかろうと思っているんですが、文芸と道徳では題をお聞きになっただけででも儲かりません。その内容をお聞きになってはなお儲かりませんけれども、別に損するというほどの縁起の悪い題でもなかろうと思うのです。もちろんお聞きになる時間くらいは損になりますが、そのくらいの損は不運と諦めて辛抱して聞いていただきたい。昔の道徳と今の道徳というものの区別、それからお話ししたいと思いますが、どうも落ち着いてやってられないような気がしてたまらない。その前にちょっとこの題の説明をしますが、道徳と文芸とある以上、つまり文芸と道徳との関係に希釈するのだから、道徳の関係しない方面、あるいは武運の文芸というものはここに論ずる限りでない。したがって文芸のうちでも道徳の意味を帯びた倫理的の臭みを脱却することのできない文芸上の十作についてのお話と言ってもよし、文芸と交渉のある道徳のお話と言ってもよいのです。それでまず道徳というものについて昔と今の区別からお話をだんだん進行することにいたします。昔の道徳、これは無論日本のお話ですから、昔の道徳といえば維新前の道徳、すなわち徳川氏時代の道徳を指すものでありますが、その昔の道徳はどんなものであるかというと、あなた方もご承知の通り、一口に申しますと完全な一種の理想的の型をこしらえて、その型を標準として、その型は我らが努力の結果実現できるものとして出立したものであります。だから中心でも講師でも、もしくは定女でも、ことごとく完全な模倣を前へ置いて、我々のごとき至らぬ者の意思遺憾、努力遺憾によっては、この模範通りのことができるんだ、といったような考え方、特技の立て方であったのです。もっとも一概に完全と言いましても、意味の取り方でいろいろになりますけれども、ここに言うのは、
仏語で、仏語などで使う、純一、無雑、まず、混じり気のないところと見たら差し支えないでしょう。例えば、荒金のように種々な異分子を含んだ自然物でなくて、純金といったような精錬した中心なり、光子なりを意味しております。各完全な模型を標榜して、それに達しうる念力を持って、収容の功を積むべく、余儀なくされたのが昔の特育であります。もう少し細かく申すはずですが、略してまずそのぐらいにして次に移ります。さて、こういう風の倫理観や特育がどんな影響を個人に与え、どんな結果を社会に生ずるか考えてみますと、まず個人にあってはすでに模範が出来上がり、その模範が完全という資格を備えたものとしてあるのだから、どうしてもこの模範通りにならなければいかん。完全の域に進まなければならんという内部の刺激やら、外部の鞭撻があるから、模倣という意味は離れますまいが、その代わり生活全体としては、豪情の精神に富んだ、気概の強い舞王の雄に鼓舞されるような、一種の感激性の滑稽を営むようになります。まず社会一般から言うと、すでにこういうふうな模範的な完全するところなき、中心講師定常を仕立てて、それらの存在を認めるぐらいだから、個人に対する一般の倫理上の要求は、随分過酷なものである。また、個人の過失に対しては、非常に厳格な態度を持っている。少しの過ちがあっても許さない。すぐ命に関係してくる。そうでしょう。昔の人は何ぞというと腹を切って申し訳をしたのは諸君もご承知である。今では容易に腹を切りません。これは腹を切らないで済むからして切らないので、昔だって切りたい腹では決してなかったんでしょう。けれども、切らせられる、いわゆる爪腹で、社会の制裁が非常に悪辣過酷なため、生きて人に顔を合わされないからむやみに安く命を捨てるのでしょう。今の人から見れば完全かもしれないが、実際あるかわからぬ理想的人物を描いて、その偶像に向かって瞬間の絶え間なく努力し、感激し、発奮し、また随起し、活業して、そうして社会からは特技上の弱点に対して微塵の容赦もなく厳重に取り扱われて、人がよく辛抱しておったものだという疑いも起こるが、これにはいろいろな原因もありましょう。第一に今のように科学的観察が行き届かなかった。つまり人間はどう教育したって不完全なものであるということに気づかなかった。完全なのは我々の心がけが至らぬからの横着に起因するのだからして、もう少し収容して黒砂糖を白砂糖に生成するような具合に向上しなければならんという考えで、一生懸命努力したのである。すなわち昔の人には批判的精神が乏しかった。昔から言い伝えている孔子とか定常とか称するものが、そっくりそのままの姿で再現できるという信念が強くて、批判的にこれらの模範を見る精神に乏しかったというのが主なる原因でありましょう。一口に言えば科学というものがあまり開けなかったからと言ってようござんす。のみならずその当時は交通が非常に不便でありまして、東京から大阪へちょっと手紙一本で呼び出されてきて講演をするような、するというようなことすらできないとは限りませんが、なかなか億劫でこう手軽には行きません。来るにしてもカゴに揺られて53次を順々越すのだから、たやすくは間に合いかねます。間に合わないで済むとすれば、私がどんな人間であるか諸君に知れずに済んでしまうわけである。知らなければよほど偉い人だと思ってくれやしないかと思う。こうやって縁談に立ってフロックコートも着ず、ような神戸あたりの召喚の手代が切るような背広などを着てひょこひょこしていては安っぽくていけない。うん、あんなやつかという気が起こるに決まっている。が、カゴの時代ならそういう相まで器量を下げずに済んだかもしれない。交通の不便な昔は、山の中に先人がいると思っておったくらいだから、江戸には漱石といって仙人ではないが、まあ仙人に近い人間がいるそうだ
ぐらいの評判で持ち切ってくだされば、私も甚だ満足の至りであったろうが、今日記者の電話の世の中では、すでに千人そのものが消滅したから、千人に近い人間の価値も自然下落して、召喚の手代そのままの風采を残念ながら諸君にご覧入れなければならない始末になります。次に、昔は階級制度で社会がくくられていたのだから、階級が違うと容易に接触すらできなくなる場合も多かった。今では天使様などにむやみに近づけません。今でも天使様には、などにはむやみに近づけません。私はまだ拝謁しませんが、昔は一般から見て、今の天皇陛下以上に近づきがたい階級のものがたくさんおったのです。一国の領主に言葉を交えるのすら、平民には大変な異例でしょう。土下座といって、地べたに座ってピタリと頭を下げて、肝心の籠が通るときには、どんな顔の人がいるのか、まるで物色することができなかった。第一、籠の中には化け物がいるのか、人間がいるのかさえわからなかったくらいのものと聞いています。してみると、階級が違えば種類が違うという意味になって、その局は、どんな人間が世の中にあろうと、不思議を差し挟む余地のないくらい自他の生活に厳格のある社会制度であった。したがって突拍子もない偉い人間、すなわち模範的な中心講師その他が世の中には現にいるという観念がどっかにあったに違いない。以上、諸原因からして自然模範的道徳を一般に強いて怪しまなかったのでありましょう。また、強いられて黙ってもし、あるいは自ら進んで己に死もしたのでしょう。ところが、維新以後44、45年を経過した今日になって、この道徳の推移した経緯を振り返ってみると、ちゃんと一定方向があって、ただその方向にのみ、地義なく流れてきたように見えるのは、社会の現象を研究する学者にとって、甚だ興味のある事柄と言わなければなりません。しからば、維新後の道徳が維新前とどういうふうに違ってきたかというと、かの、ピタリと理想通りに定まった完全の道徳というものを、人にし得る勢力がだんだん微弱になるばかりでなく、昔活業した理想そのものが、いつの間にか偶像視せられて、その代わり事実というものを土台にして、それから道徳を作り上げつつ、今日まで進んできたように思われる。人間は完全なものではない。はじめは無論、いつまで言っても不純であると、事実の観察に基づいた主義を標榜したと言っては間違いになるが、自然の成り行きを逆に点検して、44年の道徳界を貫いている潮流を一句ずつ続めてみると、この主義に他ならんように思われるから、つまりは我々が知らず知らずの間に、この主義を実行して今日に至ったと、同じ結果になったのであります。さて、自然の事実をそのままに申せば、たとえいかな中心でも、工場でも、定所でも、一方から言えば、それぞれ相当の美徳を備えているのは無論であるが、これと同時に一方では随分いかがわしい欠点も、を持っている。すなわち、中であり、高であり、定であるとともに、不中でもあり、不幸でもあり、不定でもある、ということであります。を言葉に表して言うと、なんだか非常に悪くなりますが、いかに私徳の人でも、どこかしら悪いところがあるように、人も解釈し、自分でも認めつつあるのは、疑いもない事実だろうと思うのです。現に私がこうやって演台に立つのは、全然諸君のために立つのである。ただ諸君のために立つのである、と、救世軍のようなことを言ったって、諸君は承知しないでしょう。誰のために立っているのかと聞かれたら、社のために立っている、朝日新聞の広告のために立っている、あるいは夏目漱石を天下に紹介するために立っていると答えられるでしょう。それでよろしい。決して純粋な木一本の動機からここに立って大きな声を出しているのではない。この暑さに襟のグダグダになるほど汗を垂らしてまで、諸君のために有益な話をしなければ、今晩も眠られないというほどに奇特な心がけは実のところありません。と言ったところで、こう見えても、まんざら好意も人情もない、わがまま一方の男でもない。打ち明けたところを申せば、今度の講演を私が断ったって、免職になるほどの大事件ではないので、
東京に寝ていて差し支えがあるとか、健康が許さないとか、なんとかかとか言い訳の種をこしらえさえすれば、それで済むのです。けれども諸君のためを思い、また社のためを思い、というと急に偽善めきますが、まあ義理やら好意やらを加味した動機から早速出てきたとすれば、やはり幾分か善人の面影もある。ありていに白状すれば、私は善人でも悪人でも、悪人というのは自分ながら少々ひどいようだが、まず善悪と多少混じった人間なる一種の代物で、砂もつき泥もつき汚い中に金というものがあるかないかぐらいに含まれているくらいのところだろうと思う。私がこういうことを平気で諸君の前で述べて、それであなた方は笑って聞いているぐらいなのだから、今の人は昔に比べるとよっぽど倫理上の意見についても寛大になっていることがわかります。これが制裁の厳重で模範的行動を他に強いなければやまない旧幕時代であったなら、こんな露骨に無遠慮に言う私はきっと社長に叱られます。もし社長が大名だったなら叱られるばかりでなく、切腹を仰せつかるかもしれないところですけれど、明治44年の今日は社長だって黙っている。そうしてあなた方は笑っている。これほど世の中は穏やかになってきたのです。倫理観の程度が低くなってきたのです。だんだん住みやすい世の中になってお互いに幸せでしょう。各社会が倫理的動物としての我らに対して人間らしい卑近な道義を要求して、それで我慢するようになって、完全とか至極とかいう理想上の要求を全時撤回してしまった結果はどうなるかというと、まず従前から存在していた評価率かっこ道徳上のかっこ年が自然の間に違ってこなければならないわけになります。世の中は恐ろしいもので、だんだんと道徳が崩れてくるとそれを評価する目が違ってきます。昔はお辞儀の仕方が気に入らぬと刀の使え手をかけたこともありましたろうが、今ではたとえ親密な間柄でも手数のかかるような挨拶はやらないようであります。それで自他ともに不愉快を感じずに済むところが、私のいわゆる評価率の変化という意味になります。お辞儀などはほんの一例ですが、すべて倫理的意義を含む個人の行為が幾分か従前よりは自由になったため、窮屈の度が取れたため、すなわち昔のように強いて行い無理にもなすという痩せ我慢も圧迫も微弱になったため、一言にして言えば道義上の評価がいつとなく推移したため、自分の弱点と認められるようなことを恐れもなく人に話すのみか、その弱点を行為の上に露出して我も怪しまず人も咎めぬという世の中になったのであります。私は明治維新のちょうど前の年に生まれた人間でありますから、今日この長州諸君のうちにお見えになる若い方と違って、どっちかというと中途半端な教育を受けた海陸両生生動物のような怪しげなものでありますが、我らのような年配の過去に比べると、今の若い人はよほど自由が効いているように見えます。また社会がそれだけ自由を許しているように見えます。漢学塾へ2年でも3年でも通った経験のある我々には偉くもないのに偉そうな顔をしてみせたり、精をためて痩せ我慢を言い張ってみたりする癖がよくあったものです。今でもだいぶその気味があるかもしれませんが、ところが今の若い人は存外淡白で、昔のような感激性を刺繍を倫理的に発揮することはできないかもしれないが、だいたい吹き抜けの空筒で何でも隠さないところが良い。これは自分を取り繕いたくないという結構な精神の働いている場合もありましょうし、また隠さない開けっぱなしの内臓を見せても世間で別段鼻をつまんで苦い顔をするものがないからでもありましょうが、私のところへ時々若い人などが初めて訪問に来て、後から手紙などにその時の感想をありのままに書いて送ってくるなど場合などでさえ、思いもよらぬ告白をすることがあるから面白いのです。と言って大した弱点を
を見てくれと言わんばかりに書くわけでもないが、とにかくこっちからは頼みはしないので、先方から勝手に汚すくらいの推敲的な漢文字、すなわち一種の意味における芸術品なのだから、もし我々の若い自分の気持ちで書くとすれば、天下の英雄君と我とのみまで、豪がらないにはせよ。習俗的に高雅な観念の会釈なく、文字の上に羅列して、心地よい一種の刺激を自己の倫理性にが受けるように、刺繍を発揮するのが通例であるが、今、例に引こうとする手紙などは、そんな面影はまるでない。まず門に入ったら胸騒ぎがしたとか、格子を開けるべき時にベルが鳴ってますます驚いたとか、頼むと案内を請うておきながら取り次ぎに出てきた下女が留守だと言ってくれればよかったと靴脱ぎの前で感じたとか、それがオタクですという一言で急に帰りたい心持ちに変化したとか、ところへこちらへ上がれとまた取り次ぎに出てこられますます恐縮したとか、すべてそういう弱い神経作用がいささかもの飾り気もなく出ている。特技的批判を含んだ言葉で言えば、臆病とか度胸がないとか言うべき弱点を自由に白状している。たかが夏目漱石のところへ来るのに、こうビクビクする必要はあるまいと思いかもしれませんが、実際にあるのです。しかし、私はこれが今の青年だからあるのだと信じます。旧幕時代の文字のどこをどう尋ねても、こんな意味の訪問感想録が決して見当たるまいと信じます。この春でしたが、あるところに音楽会がありました。その時に私の知った人が演奏台に立って歌を歌いました。私は招待を受けて一番前の列の真ん中にいて聞いていました。ところがその歌は下手でした。私は音楽を聴く耳を持たない素人ではあるが、その人の歌いぶりはすっこぶるまずいように感じました。後でその人に会って感じた通り、まずいと言いました。ところがその音楽家は、あの演奏台に立った時、自分の足がブルブル震えるのに気がついたかと私に聞きます。私は気がつかなかったけれども、当人自身は足が震えたと自白する。昔ならたとえ足が震えても震えないと言い張ったでしょう。何かと負け惜しみでも言いたいぐらいのところへ持ってきて、人が気づきもしないのに、自分の口から足がガクガクしたと自白する。それだけ今の人が淡泊になったんじゃないでしょうか。また、これほど淡泊になれるだけ、世間の批判が寛大になったのではないでしょうか。人間にそのくらいの弱点はありがちのことだと、天から認めてるのではないでしょうか。私は昔と今と比べてどっちが良いとか悪いとか言うつもりではない。ただ、これだけの区別があると申したいのであります。また、過去40何年間の道徳の傾向は明らかにこういう方向に流れつつあるという事実をお認めにならんことを希望するのであります。古今の道徳の区別はこれで切り上げておいて、話は突然文芸の方へ移ります。もっとも文芸の方の話を詳しく言うつもりではないから、必要な説明だけにとどめて、ごくざっとしたところを申しますが、近年文芸の方でロマン主義及び自然主義、すなわちロマンチシズムとナチュラリズムという2つの言葉が広く行われてまいりました。そしてその2つの言葉は文芸界専有の術語で、その他の方面には、全く融通の利かないものであるかのごとく取り扱われております。ところが私はこれからこの2つの言葉の意味性質を極めて簡略に述べて、そしてそれを前申し上げた昔と今の道徳に結びつけて、両方を総合してご覧に入れようと思うのです。つまりロマン主義も自然主義も文芸家専有の言語ではないという意味がわかれば、その結果自然の勢いでこれらが また前説明した2種の道徳と関係してくるというのであります。このロマン主義、自然主義の文学についてちょっと申し上げる前に、あらかじめ諸君のご注意を煩わせておきたいことがありますが、前もお断り申したごとく、今日のお話はすべて道徳と文芸の交渉関係でありますから、
2種の文学のうちに、括弧こと、ロマン主義の文学のうち、括弧閉じ、道徳の分子の混じってこないものは頭から取り抜けて考えていただきたい。それから、よし道徳の分子が混じっていても、倫理的観念が何らかの挑発を受けない、否、受けべからざる定位の文学もまた取り除けて考えていただきたい。それらを除いた上で、この2種の文学を見渡してみると、ロマン主義の文学にあっては、その中に出てくる人物の方位真実が我々より偉大であるとか、高名であるとか、または感激性に富んでいるとかの点において、読者が倫理的に向上戦前の刺激を受けるのがその特色になっています。この影響は昔流行った勧善懲悪という言葉と関係ありますが、決して同じではない。ずっと交渉の意味で言うのですから、誤解のないように願えます。また、自然主義の文学では、人間を総伝説的の英雄の末尊で何かであるように、もったいつけてありがたそうには書かない。したがって、読者も作者も倫理上の感激は乏しい。ことによると、人間の弱点だけ綴り合わせたようにも見える作物もできるのみならず、横暴その弱点がわざとらしく誇張される傾きさえあるが、つまりは普通の人間をただありのままの姿に描くのであるから、道徳に関する方面の行為もしか公出するということを免れない。だが、こういう浅ましいところのあるのが人間本来の真相だと、自分でもうなずき、人も合点させるのを特色としている。この2つの文学を詳しく説明すれば、それだけでだいぶ時間が経ちますから、まあ知っているぐらいの説明でごめんこむって。この2つの文学が前の2つの傾向の道徳をその作物中に反射しているということにさえ気がつけば、ここに初めて文芸と道徳がとがいずれの点において関係があるかということも明らかになってこようと思います。返す返す申すようですが、題がすでに文芸と道徳でありますから、道徳に関係のしない文芸のことは全然論外において考えないと誤解を招きやすいのであります。道徳に関係のない文芸のお話をすればいくらでもありますが、例えば今私がここへ立って難しい顔をして諸君を眼下に見て何か話をしている最中に、何かの拍子で、疲労なお話ではあるが大きな放屁をするとする。そうすると諸君は笑うだろうか、怒るだろうか、そこが問題なのである、というにいかにも人をバカにしたような申し分であるが、私は諸君が笑うか怒るかでこの事件を二様に解釈できると思う。まず私の考えでは、相手が諸君のごとき日本人なら笑うだろうと思う。もっとも実際やってみなければわからない話だから、どっちでも構わんようなものだけれども、どうも諸君なら笑いそうである。これに対して相手が西洋人だと怒りそうである。どうしてこういう結果の相違をきたすかというと、それは同じ行為に対する見方が違うからだと言わなければならない。すなわち、西洋人が相手の場合には、私の疲労の振る舞いを一途に道義的に解釈して、不得義、何も不得意というほどのことでもないでしょうが、とにかく礼を失していると見て、その方面から起こるかもしれません。ところが日本人だと存外単純に見なして、特技的批判を下す前にまず滑稽に感じて吹き出すのだろうと思うのです。私の推し活目らしい態度を堂々たる演題とに心を傾けて、ある程度までは厳粛の気分を未来に延長しようという余儀のある矢先へ、突然人前ではばかるべき異な音を立てられたので、その矛盾の刺激に耐えられないからです。この笑う刹那には、倫理上の観念は業も頭をもたげる余地は見出し得ないわけですから。たとえ道徳的批判を下すべき分子が混入してくる事件についても、これを特技的に解釈しないで、特技とはまるで関係のない滑稽とのみ見ることもできるものだという例証になります。けれども、もし倫理的の分子が倫理的に刺激するように、またそれを無関係の方面からそらすことのできないように作物書に入れ込んできたならば、道徳と文系というものは決して切り離すことのできないものであります。両者は元来別物であって、各独立したものであるというような説も、ある意味から言えば真理ではあるが、
近来日本の分子のごとく根底のある自信も資料もなしに、道徳は文芸に不必要であるかのごとく主張するのは、甚だ余人を迷わせる亡者の妄論と言わなければならない。文芸の目的が特技心のを誇推するのを根本義にしていないことは、論理上しかるべき見解ではあるが、特技的批判を許すべき次元が形となり意となりて作物中に織り込まれるならば、またその次元が特技的平面において我らに制約邪性の刺激を与えるならば、どうして両者をもって没交渉とすることができよう。道徳と文芸の関係は大体において核のごときものであるが、なお前に挙げたロマン主義、ロマン自然二主義について、これらがどういうふうに道徳と交渉しているかをもう少し明瞭に調べてみる必要があると思います。すなわちこの二種の文学について、どこで道徳的でどこが芸術的であるかを分解比較していちいち点検するのであります。こうすれば文芸と道徳との関係が一層明瞭になるのみならず、またロマン自然二文学の関係もまた一段とはっきりするだろうと思います。第一、ロマン派の内容から言うと、前申した通り中心が出てきたり、孔子が出てきたり、定女が出てきたり、その他いろいろな人物が出てきて、すべて読者の特性を刺激して、その刺激をよってことをなす、すなわち読者を動かそうという方法を講じますから、その刺激を与える点は取りも直さず道義的であると同時に芸術的に違いない。括弧文学というものが感情性のものであって、我らの感情を挑発喚起するのはその根本義とすれば、括弧閉じ、各ロマン派は内容の上から言って芸術的であるけれども、その内容取り扱い方に至ると、あるいは非芸術的かもしれませんという意味は、どうもその書き方に良くない目的があるらしい。こういう事件を映してこう感動させてやろうとか、こう鼓舞してやろうとか、術作そのものに興味があるよりも、あらかじめ胸に一物があって、それを土台に人を乗せようとしたがる。どうもややもすると、そこに闇が出てくる。私が今晩こうやって演説するにしても、私の一字一句に私というものがつきまつわっておって、どうかして笑わせてやろう、どうかして流せてやろうとくすぐったり、からしを舐めさせるような恋の痕跡が見えすぎたら、定めしお聞きづらいことで、ために芸術品として見たる私の講演は大いに価値を損ずるごとく、いかに内容が良くても、言い方、取り扱い方、書き方が読者を釣ってやろうとか挑発してやろうとか、全ての恋の趣があれば、そのわざとらしいところ、不自然なところは、すなわち芸術としての品位に関わってくるのです。こういう欠点を芸術上には嫌味と言って非難するのです。これに反して自然主義から言えば、道義の念に訴えて芸術上の成功を収めるのが本領でないから、作中には随分汚いことも出てくる、鼻持ちならないことも書いてあるけれども、それが道心を賃貸せしめて高下堕落の傾向を助長する結果を生ずるならば、それは作家か読者かどっちかが悪いので、不全挑発もまた決してこの種の文学の主義ではないことは論理的に証明できるのである。したがって善悪両面とも感激性の素因が乏しいという点から見て、それが芸術的でないと難を打つことはできる。その代わり、その書きぶりや事件の取り扱い方に至っては、本来がただありのままの姿を淡白に映すのであるから、嫌味に教えることは少ない。嫌味とか嫌味でないとかいうということは、前にも芸術上の批判であるとお断りしておきましたが、これは同時に特技上の批判になるからして、自然主義の文芸は内容のいかにかかわらず、やはり道徳と密接な縁を引いているのであります。というのは、ただありのままをてらわないで新卒に書くというのが嫌味のない描写としての高所であるのであるが、そのありのままをてらわないで新卒に書くところを芸術的に見ないで道義的に批判したら、やはり正直という言葉を同じ事象に対して用いられているだからして、
芸術もと道徳も非常に接続していることが分かりましょう。のみならず、芸術的に嫌味がなく、道徳的に正直であるということが、この際同じものを指しているばかりではなく、理智の方面から見れば、真という資格を相当するのだから、つまりは一つのものを人間の三大活力から分殺したと異なるところはないのであります。三位一体と申しても良いでしょう。こう分解してみると、一見道義的に貫いているロマン派の作物に存外不特異の分子が発見されたり、またちょっと考えると特異の本面に何らの注意を払わない自然派の流を組んだものが妙に倫理上の箇所があったり、そうして道義的であるや否やが、一にその芸術的であるや否やで決せられるのだから、二者の関係は一層明瞭になってきたわけであります。また、ロマン、自然と名付けられる二種の文芸上の作物中に、この道徳の分子がいかに織り込まれているかも大抵説明し得たつもりであります。なお、世論として以上二種の文芸の特性についてちょっと比較してみますと、ロマン派気を人の気を引き立てるような感激性の分子に富んでいるに違いないが、どうも現世現在を飛び離れているのを恨みを飛び離れているのを恨みを免れない。みだりに理想界の出来事を転轍したような傾きがあるかもしれない。よし、その理由が実現するにしても、これを未来に待たなければならないわけであるから、書いてあること自身は道義心の放漫欠落を買うに十分であるとするも、その実、己には切実の感を与えにくいものである。これに反して、自然主義の文芸はいかに倫理上の弱点が書いてあっても、その弱点はすなわち作者読者共通の弱点である場合が多いので、筆胸ずるに自分を離れたものでないという意味から、汚いことでも何でも切実に感じるのは我らの親しく経験するところであります。今一つ注意すべきことは、普通一般の人間は平生何もことのない時に大抵ロマン派でありながら、いざとなると10人が10人まで皆自然主義に偏ずるという事実であります。という意味は、傍観者である間は他に対する特異調の要求が随分高いものなので、ちょっとした憤怒でも過失でも局外から評する場合には大変辛い。すなわち、俺が彼の地位にいたならこんな失態は演じまいと、己を高く見るロマン的な考えがどこかに潜んでいるのであります。さて、自分がその局に当たってやってみると、かえって自分の見くびった先任者よりも激しい過失を犯しかねないのだから、その時その場合に臨むと、本来弱点だらけの事故が遠慮なく露出されて、自然主義でどこまでも押していかなければやりきれないのであります。だから私は、実行者は自然派で、批評家はロマン派だと申したいぐらいに考えています。次にお話ししたいのは、千年来自然主義のある一部分の人が唱え出して、以後世間一般ではひどくこれを嫌って、果ては自然主義といえば堕落とかわいせつとかというものの代名詞のようになってしまいました。しかし、何もそう恐れたり嫌ったりする必要はごうもないので、その結果の健全な方も少しは見なければなりません。元来自分と同じような弱点が作物の中に書いてあって、己と同じような人物がそこに現れているとすれば、その弱点を有する人間に対する同情の念は自然起こるべきはずであります。また、自分もこういう過失を犯さぬとも限らぬという弱爆の感も同時にこれに伴うでしょう。うぬぼれの面を剥ぎ取って進捗な腰を低くするのは、むしろそういう文学の影響と言わなければなりません。もし自然派の作物でありながら、こういう健全な目的を達することができないければ、それこそ作物自身が悪いのであると言わなければならない。悪いという意味は、作物の出来損なっているのです。どこか欠点があるというのです。前説明した言葉を用いて評すれば、そういう作物にはどこが不道徳の分子がある、すなわちどこが非芸術のところがある、すなわちどこか偽りを書いているのだということに帰着するのです。ありのまま本当のままを書く正直という美徳があれば、それが自然と芸術的になり、その芸術的の筆がまた自然を
自然良い感化を人に与えるのは、前段の分解的技術によっても五得になったと思います。自然主義に道義の分子があるということは、あまり人の口にしないところですから、わざわざ長々と弁じました。もっとも、ただ新しい私の考えだから、ご吹聴するという次第ではありません。ご承知の通り、演題が文芸と道徳というのですから、特にこの点に注意して、注意を払う必要があったのです。これで、ロマン主義の文学と自然主義の文学とが、等しく道徳に関係があって、そうして、二種の文学が冒頭に述べた明治以前の道徳と明治以後の道徳とをちゃんと反映していることが明瞭になりましたから、我々はこの二つの舶来語を文学から切り離して、自我に道徳の形容詞として使い、ロマン的道徳及び自然主義的道徳という言葉を使って差し支えないでしょう。そこで私は、明治以前の道徳をロマンチックの道徳と呼び、明治以降の道徳をナチュラリスティックの道徳と名付けますが、さて我々の眼前にこの二大区別を控えて、今後我が国の道徳がどんな傾向を帯びて発展するだろうかの問題に移るならば、私は下のごとくあえて言いたい。ロマンチックの道徳は大体において過ぎ去ったものである。あなた方はなぜと質問されるならば、人間の知識がそれだけ進んだからだと、ただ一言答えるだけである。人間の知識がそれだけ進んだに違いない。元はまことしやかに見えたものが、今はどう考えてもまことに見えない。嘘としか思われないからである。したがって実在の権威を失ってしまうからである。単に実在の権威を失うのみならず、実行の権利すら失ってしまうのである。人間の知識が発達すれば、昔のようにロマンチックな道徳を人に強いても、人は誰も求行するものではない。できない相談だということはよく分かってくるからである。これだけでも、ロマンチックの道徳はすでに廃れたと言わなければならない。その上、今日のように、世の中が複雑になって、教育を受ける者が皆第一に自治の手段を目的とするならば、天下国家はあまりに、遠すぎて直接我々の瞳に映りにくくなる。豆腐屋が豆を潰したり、呉服屋が尺を測ったりする意味で、我々も職業に従事する。神主もこぞって本草に移植するようになれば、芸政利民仁義慈悲の念は次第に自家格系の工夫と両立しがたくなる。よし、その局に当たる人があっても、単に職業として義務心から公共のために画策遂行するに過ぎなくなる。しかのみならず、日露戦争も無事に済んで、日本も当分がまず安泰の地位に置かれるような結果として、天下国家を憂いないとしても、でも憂いとしないでもその暇に自分の私欲を満足する刑を巡らしても差し支えない時代になっている。それやこれやの影響から、我々は日に月に個人主義の立場からして世の中を見渡すようになっている。したがって我々の道徳も自然個人を本位として組み立てられるようになっている。すなわち自我からして道徳律を割り出すように試みるようになっている。これが現代日本の大勢だとすれば、ロマンチックの道徳歓迎すれば、我が利益の全てを犠牲に供して他のために行動せねば不徳義であると主張するようなアルトルイスティック一方の見解は、どうしても空想になってこなければならない。昔の道徳、すなわち中とか高とか低とかいう字を吟味してみると、当時の社会制度にあって絶対の権利を有しておった片方のみ、非常に都合の良いのような義務の負担に過ぎないのであります。真の税が非常に強いと、どうしても公を強いられると常人として無理をせず、自己本来の情愛だけで与えられない過重の分量を要求されるという意味であります。一人公ばかりではない、中でも低でも同様の感があります。何しろ人間一生のうちで数えるほどしかない金賞の場合に、道義の常備がパッと燃焼した刹那を捉えて、その熱烈巡行の気象を前後に長く引き伸ばして、二六時中すべてあのごとくせよと命ずるのは、事実上ありうべからざることを無理に注文するのだから。冷静な科学的観察が進んで、その偽りに気がつくと同時に、権威のある道徳律として存在できなくなるのはやむを得ない上に、
社会組織がだんだん変化して余儀なく個人主義が発展のホブを進めてくるならば、なおさら打撃を被るのでは明らかであります。こう言うとなんだか現代にはまんずる成り行き主義のようにおとりになるかもしれないが、そう誤解されたらいかんなので、私は近似のある人のように理想はいらないとか理想は役に立たないとか主張する考えは毛頭ないのです。私はどんな社会でも理想なしに生存する社会は想像し得られないとまで信じているのです。現に我々は毎日ある理想、その理想は低くもあり小さくもありましょうが、とにかくある理想を頭の中に描き出して、そうしてそれを明日実現しようと努力しつつ、また実現しつつ生きていくのだと表しても差し支えないのです。人間の歴史は今日不満足を次の日物足りるように改造し、次の日不平をまたその翌日に和らげて今日まで続いてきたのだから、一方から言えばまさしくこれ理想発言の経路に過ぎんのであります。いやしくも理想を排斥して自己の生活を否定するの、理想を排斥しては自己の生活を否定するのと同様の矛盾に陥りますから、私は決してそういう方面の論者として諸君に誤解されたくない。ただ私のご注意申し上げたいのは、万金科学上の発見と科学の進歩に伴って起きる周密公平の観察のために道徳界における我々の理想が昔に比べると低くなった、あるいは狭くなったというだけに過ぎない。だから昔のような理想の打ち立て方、持ち方、立て方も結構であるかもしれぬが、また我々も昔のようなロマンチストでありたいが、周囲の社会組織と内部の科学的精神にもまた相当な権利を持たせなければ順応調節の生活ができにくくなるので、自然ナチュラリスティックの傾向を帯びるべく余儀なくされるのである。けれども自然主義の道徳というものは人間の自由を重んじすぎて好きな真似をさせるという恐れがある。元来が自己本位であるから、個人の行動が法住不起になればなるほど、個人としては自然の閲楽を味わえる満足があるとともに、社会の一人としてはいつも不安の目を見張って他を眺めなければならなくなる。ある時は恐ろしくなる。その結果、一部的反動としてはロマン的の道徳がこれから起きなければならないのであります。現に今小さい波動としてそれが起こりつつあるかもしれませんけれども、要するに小波乱の曲折を描く一部分に過ぎないので、大体の傾向から言えばどうしても自然主義の道徳がまだまだ展開していくように思われます。以上を総括して今後の日本人はどういう資格が最も望ましいか判じてみると、実現のできる程度の理想を抱いて、ここに未来の隣人同胞との調和を求め、また従来の弱点を寛容する道徳心を持って、現在の個人に対する接触面の融合剤とするような心がけ、これが大切だろうと思われるのです。今日のありさまでは道徳と文芸というものは大変離れているように考えている人が多数で、道徳を論ずる者は文芸を断ずるを潔しとせず、また文芸に従事する者は道徳以外の別天頂に帰化しているように独り決めして誘っているがごとく見受けますが、けだし両方とも嘘である。その嘘である理由は今までやってきた分解でご合点いったはずであります。もっとも社会というものはいつでも一元では満足しない、物は極まれば通ずということわざの通り、ロマン主義の道徳が行き詰まれば自然主義の道徳がだんだん頭をもたげ、また自然主義の道徳の兵が顕著になって人心がようやく嫌気に襲われると、またロマン主義の道徳が反動として起こるのは当然の理であります。歴史は過去を繰り返すというのはここのことに他ならんのですが、厳密な意味で言うと学理的に見ても、また実際に調子って見ても一変過ぎ去ったものは決して繰り返されないのです。繰り返されるように見えるのは素人だからである。だから今も小波乱としてこの自然主義の道徳に反抗して起こるものがあるならば、それはロマン派に違いないが、維新前のロマン派が再び勃興することは到底困難である、またダメである。同じロマン派にしても我々現在生活の完結を補う新たな意義を見た一種のロマン的道徳でなければなりません。道徳における交互の多勢及び局部の波乱として目前に起こるべき小反動は要するに核のごとき性質のものであって、道徳と文芸との密接なる関係もまた常設のごとしとすれば、
これから我が社会の要する文芸というものも、また同じ方向に同じ意味において発展しなければならないのも、また他言を要せずして明らかな話であります。もし、かつ社会の要する道徳に反対した文芸が存在するならば、存在するならばではない、そんなものは私文芸としてより他に存在できないものである。枯れてしまわなければならないのである。人工的にいくら声を枯らして天下に呼号しても、ほとんど無益かと考えます。社会が文芸を生むか、または文芸から生まれるか、どっちかしばらく置いて、やしくも社会の道徳と切って切れない縁で結びつけられている以上、倫理面に活動する体の文芸は、決して我ら内心の欲する道徳と乖離して栄えるわけがない。我々人間としてこの世に存在する以上、どうもがいても道徳を離れて倫理界の外に超然と生息するわけにはいかない。道徳を離れることができなければ、一見道徳とは没交渉に見えるロマン主義や自然主義の解釈も一考してみる価値がある。この二つの言葉は文学者の専有でなくって、あなた方に切り離しうべからざる道徳の形容詞としてすぐ応用できるというのが私の意見で、なぜそう応用できるかというわけと、各応用された言葉の表現する道徳が、日本の過去現在に興味のある陰影を投げているということと、それからその陰影がどういう具合に未来に放射されるであろうか、という予測と、まず、これらが私の演題の主眼な点で、善なのであります。明治44年8月大阪において述。